どうも、デイソです。先日行われました D チャンネル第1回目のオフ会で参加していただいた方からいただいた差し入れの一つである、こちらの草加せんべいをですね、まあここ最近バリバリ食ってたんですけど、その時に出た、こちら、かじるたんびにボロボロとせんべいのカスが落ちちゃうんで、口元の下のところにこれを持ってって、この中にカスを入れて散らかさないようにしてたんですけど、まあせっかくというか、まあこのね、食べかすをそのまま捨てるのももうあれかと思うんで、今からですねこのせんべいのカスをですね家の外に放置しまして、でその様子をこのカメラで録画しようと、このカメラのバッテリーあと2時間近く回せるんですが、果たしてその間になんかスズメとかそういった小鳥とかがなんかこれを食べに来てくれる映像が撮れるかどうかというのをですね試してみたいと思います。さあ家の外に設置しました。それではここから様子を見たいと思います。本日の D チャンネルいかがでしたでしょうか。次回もまた見てくださいね。じゃんけんぽん。